Kindle の電子書籍を出版してみた。出版というとまるで作家にでもなったような気がするが今はいい時代になって誰でも無料で電子書籍を出版できる電子書籍がなかった時代は100万円以上もかけて紙の本を出版していた誰でも Kindle で電子書籍を出版できるのだが多くの人は Amazon Kindle p u b パブリッシングに登録する段階で何度か挫折する Amazon の ID を持っていない人はまずそれを作るそこから登録の作業が始まるが売り上げた本の収益が振り込まれる銀行口座を設定する時につまずく選択できる銀行が限られていて地方銀行では口座が作れないのかと一度挫折したがネットで調べると 地方銀行ででも口座を指定できることが分かったところが現在すべてのアマゾンマーケットプレイスあるいは一部のマーケットプレイスでの売り上げの支払いを受け取ることができませんと表示が出るおそらくここで多くの人が銀行口座が指定できないと諦めると思うしかし諦める必要がないということがネット上で調べて分かった 支払いの設定が完了していませんという欄では、家を選べばいいのだが、このことを理解するまで、ネットで調べ続けて、2日かかった。銀行口座の登録は、なんとかできたが、税の情報を米国に提出するときに、また挫折する。ネット上では、税の情報の書き方を教えてくれるサイトがいくつかあるが、情報が2017年までのもので、古い。 2018年は書式が変わっている。米国に提出するのだから、名前と住所、電子署名の名前は、当然、英文字で書く。名前は英文字で、名、名字の順で書いて、住所は、番地、村長市、都道府県、郵便番号の順に、英文字と、数字で書く。そこまでは、なんとかできた。しかし、 税情報提出用紙の最後の欄の、米国での30%の源泉徴収税を免除するための情報を記入するところで、最大のつまずきが訪れた。最初から、ラジオボタンにチェックが入っていて、日本に在住している日本人なら、どうしても、ラジオボタンにチェックが入っている。その下に、INT 値を記入するボックスがある。 INT 値の意味がわからず、ネット上で調べつくすと、米国では納税者番号を意味するということがわかった。米国には住んでいないから、日本政府から発行されている納税者番号を書けばいいのだろうと解釈した。そんな納税者番号なんて発行されていないし、ないものは記入できないから、2017年までは書く必要がなかった。ところが、 2018年からはノウ者イ番号を日本人であっても書かなければならないらしい2017年と2018年と何が変わったのかネットで調べ続けてノウ者イ番号は日本ではマイナンバーのことだということが分かったそこでマイナンバーの数字を記入して米国に提出する税情報の書類は 無事に提出が終了した。作品をアップロードする時にも戸惑いはあったが大きな挫折感を味わうこともなく無事にこの作業は終了した72時間ほどで販売開始になるということらしいが運よく8時間ほどで販売開始になったアマゾンで自分の作品が販売されているのを確認した時は少し不思議な感じがした 初の Kindle 電子書籍は言葉の備忘録1。この作品は三部作のシリーズであと2作品出版する予定。電子書籍の売れ筋はビジネス書とか自己啓発書らしいが、そういうものは書けないから、読んだ人が少しでも優しい気持ちになれるような言葉を並べた、3文集のようなものを書いた。読んだ人が、 少しでも幸福を感じられることを願っている本当はミステリー小説を書きたい実は室戸ジオパーク殺人事件をデジタル書房で販売しているこの作品もキンドル本として販売しようと思っている言葉の微暴録1と室戸ジオパーク殺人事件は説明欄のリンクから購入できます 最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。